私2002年に目が悪く、飛蚊症って言われまして、4ヶ月でだいたいもうチラチラしなくなりました。今年の8月から6粒ずつ飲みました、食べまして、10月先月なんですけども 0.07 が 0.1 で 0.04 が 0.09 と良くなりました。私は3年前に緑内障にかかりまして、去年の8月からこのルテインと巡り合って飲んで、12月にお医者さんに行ったら、もう緑内障の目薬はいらないと言われて緑内障を改善しました。涙がすっごい止まらないんですよ、私風に当たるとピタッと止まりました。目がいいので、うん、早くから老眼だったので、うん、それがなくなったのと、あと視力が上がってます。でカラオケボックスに行った時に、目が暗くなったもんですから、もう帰ろうって言ったんですよ。どうぞって飲ませてくれたのがきっかけで、それが周りが明るくなって、カラオケの地がよく見えたんですよ。最初に食べた時にすぐ1時間ぐらいで遠くの門まで物が見えるようになりました。食べて30分で視力が上がって、針に糸が通らなかったのが入るようになって、うちの母は網膜色素変性症という病気なんですけれども、まず最初に飲ませていただいた時に、本当にその視力検査やってた時なんですけれども、その視力検査の紙も見えなかったのが、セミナー終わって1時間後にその視力検査の紙が見えて、一番上の字が分かって、して色も分かるようになりました。まっすぐの窓枠がね、歪んで見えて、こういう眩しい電気はね、眩しくて眩しくて目が開けられない状態でも、それが自分でね、何だか分からなくて、目の検査をした時に、視力検査をした時に、ね、全然見えなくて、それが黄斑変性症だって分かったのはずっと後からのことでした。でもルテインを飲み始めて、それがなくて、今こう眩しくもなくて、くっきりはっきり見えます。ありがとうございました。娘なんですけども、左目の方なんですが弱視で 0.01 なんですけども、飲み始めてからしばらくして測ってみると 0.3 まで上がりました。どうもありがとうございました。なんか新聞いつも老眼鏡をかけて見てたんですけども、何も老眼鏡をかけなくても見えるようになったんです。糖尿病の網膜剥離で一夜にして左目が見えなくなっていたんです。朝昼晩5錠ずつです。そうしましたら1週間くらい、2週間目ですか、それからなんとなく曇りが少しずつ消えていくような気がいたしました。3ヶ月後の11月末にはほとんど見えるようになりました。2年半前に眼底出血で、自分の不注意なんですけど手遅れになってしまって、右目がほとんど失明状態になったんです。飲み始めて20日ぐらいから少しずつテーブルの上のものが見えるようになったんです。これなんかすごくびっくりしました。私は生まれつきやっぱり左の目が見えなくて、1本買って飲んでみたんです。それでもなんか何も良くならないしね、3本目飲んだんですよね。3本目飲んでも何ともないんですよね。それから今度4本目飲んだら、右の目が少し明るくなったんですよ。それで病院行ったら、0.1 が 0.7 になったよって言うからね、今度不思議で私しょうがないんですよね。でサッカーの授業の時にサッカーボールがちょうど目に当たってしまいました。でその時にサッカーボールについていた白い石灰と泥が目の中にいっぱい入ってしまいまして、目の角膜がやけど状態になってしまいました。で3粒ずつ2週間飲み続けたところ、メガネをかけたら、今までメガネをかけないと運転できなかったんですけれども、いきなりメガネをかけたらすごく頭痛がしたんですね。で頭痛がして何だろうと思ってメガネを外した時に、メガネがない方がすごく見えるようになったんです。沖
縄長寿県で、うちおばあちゃん101歳なんですけども、おばあちゃん入院して食事が全然取れなくなったんですけど、こう少しずつ口に入れてあげることで中の口内炎とかが全部治って食事が取れるようになって退院しました。頭痛がよくしたんですよね、うん、それがなくなったことと、うん、目覚めがいいということと、あと早朝ちょっと歩いてますけども、楽なんですよ。なんかこうね、台所立ってて、うん、一人でススーッとこう倒れるようになってたのさ、うん、それでそれを飲んでみなさいって言われて、うん、飲んだら、うん、それからずっとそういうことなくなって、お肌ツルツルとか、おっぱい大きくなったとか、うん、ほんとすごいワンカップ大きくなるんですよ。本当に中学の時に火傷、湯たんぽで火傷したの、その形が消えるのがものすごく早い、うん、いやーこれはすごいね。何十年もあったものが消えちゃったんですか。いや全部消えないけれども、消えるのが早いっていうの。僕は2週間前に足の指を骨折したんですよ。全治1ヶ月半って、いややめてやめて痛いんだから1ヶ月半って言われたんですが、ルーティンねちょっとその日から増やし始めたら、もうご覧の通り今全然こう痛くない。昨日まではこう包帯巻いてねギブスはめてたんですけど、今もう全然普通に歩いて今日は来ました。きっかけは、きっかけは、便秘2ヶ月半ぐらいで宿便が出たんですよね、もう体がすごく軽くなって、もうなんか全然違います。お肌が、まあ、良くなってきたっていうのはありますし、かります、ね、便秘が治ったとか、歯周病、歯茎がとっても丈夫になったとか、はい、あと、かかととか膝とかがとってもツルツルになったとか、食べるとね、痛みが私頭が痛いと思うとね、10分ぐらい経って立つと痛みがもうスーッと消えちゃう。私はご覧の通りあざがありまして顔半分ありました、飲み始めてから5ヶ月目であざが薄くなってきたというところでございます。糖尿病による合併症で、白内障と血圧が非常に高い、当初230の血圧だったんですが現在は150、今朝測ったら130というふうに順調に下がっておりまして、血糖値もですね当初180から200あったんですが、それがもう130というふうになっています。去年の1月にねくも膜下出血で倒れたんですよ。元気になりましてありがとうございます。私はね6ヶ月で子宮筋腫が改善されました。コレステロールの数値が高くて毎年健康診断で引っかかってたんですけど、飲み始めて10日後にあった健康診断で、C から A になって、で12回受けて初めて引っかからなくなりました。今年の1月に多発性硬化症という病気で、脳の神経が炎症するんですけども、それ病気なんですけども、それで両手に軽い麻痺がありまして、1ヶ月飲み始めましたら、手の麻痺のようなことがありまして、私はいつも9月になるとなる花粉症がだいぶだいぶなくなりました。膝の関節炎で悩んでおりましたところ、階段の上り下りや膝を曲げたりするのが大変でしたのが、今上手に上り下りもできるようになり、しゃがむこともできました。私は左腕の痛みと肩こりで悩んでおりました。ルテンと出会って5ヶ月10日になりますけれども、食べ始めて10日でその痛みと肩こりがなくなりました。ありがとうございます。前立腺の手術しなきゃならないって言われたんですけど、約半年食べて押し込んでが良くなって手術しなくて済みました。はい、結婚して6年間子供ができなかったんですけど、子供ができました。すごい、これは拍手ですね。これは本当におめでたいことですね。生理不順だったんですけど、ここ半年毎月邪魔くさいように来てます。私は高校生からね神経性膀胱炎でおしっこ近いんですよ。で1日20何回ぐらい行ってたんですよね。それが今はまあ5、6回になったかな。1日、私の体はもうどこもしびれてまして、で血圧の薬ももう10年くらい飲んでって、ここもうがんでみんな取ってるんですね。そして最近感じたことはね、その血圧の薬が1錠2錠3錠って飲んでたんですけど、今全部取れましてね。10年ぐらいですね、腸にポリープを持ってまして、2年に1回必ず内視鏡を入れて取りに行くんですけれども、
それも今年出会う前ぐらいからずっとこうジクジク痛いのが全くなくなって、すごく体調がいい。4年前に首の骨が折れまして、その時の後遺症の足のしびれと右目の極度な視力低下が良くなりました。私は骨粗鬆症でもうどうにもならないとお医者さんに言われましたんですけど、それから今年の6月から飲み始めました。今は骨密度も上がりまして、先生の方がびっくりしております。私は数年前から糖尿病にかかり、インシリンの本当に愛用者でした。今はもうインシリンの世話にならず、ルテイの世話になっております。以上です。私は中年7ヶ月甲状腺の薬を飲んでたんですけど、今年の1月からルテインを飲んで、今は全然薬いらなくなりました。飲み続けて1年経ちましたら、目の老眼鏡外れました。それとですね、変形性関節症の骨と椎間板と頸椎あったんですけど、それも痛みが全くなくなりまして、私は一番嬉しいのは子宮内膜症がすっかり良くなったことです。とにかくひどい重症と言えるぐらいのアトピーになりました。1日6粒から10粒ぐらい毎日飲み続けて、6日目の朝変化が現れてきました。で、2ヶ月ぐらいずっと引きこもってたような状況だったんですけど、6月ぐらいから外に出れるようになりました。今年の5月からルテインを2粒ずつ飲んでいたらアトピーがなくなりました。滋賀の娘のネネなんですけれども、アレルギーで喘息、アトピーと、あと喉の炎症とかで入院もしたりしたんですけれども、今年の6月から2人で飲み始めて、今のところアレルギーも出ないし、アトピーも良くなったし、とっても嬉しく思っています。私はアレルギー、喘息と痔に悩んでおりました。ルテインに出会い、改善されありがたく思っております。私は2年前に気管支喘息にかかったんです。飲み始めてからゆっくり眠れるようになりました。平成元年に狭心症を患い、時々起きる心臓発作に身も心もボロボロの生活をしておりました。2ヶ月経って心臓発作が起きていないことが分かりました。これは不思議だと思って暮らしましたが、今日に至るまで心臓発作が起きていません。もうこの右、こっちからこっちがですね、もう手は上がらない、もう常にこれに一本筋が立って、もう痛くて痛くて、寝ても起きてももうなんつうんですか、どうしたらいいかわからない状態、それがないんです。まるっきりなくなったんです。